晴天の中開催された今年の式典には、日米関係者など多数が出席し、黒船祭執行会名誉会長の森高志副知事が式辞を述べました。日米の国旗が掲揚された後、祭壇に次々と関係者が花輪を捧げていきました。式典終了後には、市内の目抜き通りでパレードが行われ、沿道には多くの観光客らが詰めかけていました。十分楽しめました。暑かったですけどね、コロナ前に比べたら全然出てきたなって感じですね。この音楽隊見たくて、天気が良くて、ちょっと暑すぎますね。アメリカ軍の関係者も写真を撮るなど、観光客と触れ合いながらパレードを楽しんでいました。異国情緒あふれる黒船祭は明日まで開催されます。